さんこんばんは。こんばんは。マオマオ天国です。です。今日は特別ライブがありました。はい。あります。それで今ちょっと終わったところなんですけど、はい、あの皆さんに、その模様を、見ていただこうかなと思います。はい。見ていただいた後にまた、登場しますので、はい、どうかよろしくお願いします。それでは、どうぞ。風に白く染まる鳥々
そこのヤジクマにはわかるはずがない。君を動かす情熱だけは I know 誰かを救うのさ。どうしてもちょっと今お疲れにしよう。俺とさあでかかって間違えてばっかりたんで、ちょっとあの自分の中では不満な出来でしたけど、まあでも、合わせる時間がないので、あまり。そうなんですよね。全然合わせないで。全く合わせないかったので、あと、コード譜をなくしてしまったり。そうそうそう。ミスばっかりしたので、ちょっと今日はちょっと、いただけないなと。いやいやいや。でもお客さんがですね、すごいフォローしてくれて。すごいお客さんがノリが良くて、はいはいはい、みたいなね。すごかったですよね。お客さんも、あの緑ちゃんもフォローしてくださって。そう。よかったです。すごい雰囲気のいいライブで。なんかここつきました、今ちょっと横田さんがやってるんですよね。あ、そうですね、今横田さんのね、その次朝日さんですね。はい、すごいな、製造類って感じです。うん、その中の一番最初にやりまして、それで、途中で2人で歌ってるんですよ。そうですね、2人で制服って曲は僕の曲なんですけど、はい、前回のアクト5でやったやつをですね、ちょっと1音上げてもさ、はい、やってみたって感じ。そうそう、気づいた方いますか、はい、1音上げてるんですよ、でもちょっとあの演奏恥ずかしいな、ちょっと。いやてか私なんか一回歌詞飛んじゃって、なんかあーってなったんですよね。あーってなりました、ね、いやごめんなさい。いや僕の方がごめんなさい、本当に。いやいや、けどなんかこう指で数えてとか涙とか濡れたとか、なんかいろいろ自分でできて楽しかったです。本当ですか、うん、それでもっとやったらいいです。それが振り付けなんじゃないですか。そうですね、それがパフォーマンス、パフォーマンスですね。そうなんですか。はい、あのファッションビリバーだ。あ、そうですね、ファッションビリバー。羽田さんにあのお花を、そうそうそう、2人でお花を買って、そう一応、ね、ここに用意して、下の方に用意して、
感想のところで、本当は私、徳野さんに入っちゃおうとして、徳野さんが撫でてもらおうと思ったんだけど、私がなんか急遽撫でちゃいました。あ、そうでしたっけ。そうなんですよ。先発ってわからなかったですね。いや、あの、なんか、僕のイメージだと、センスの中からポッと出てくる感じとか。あっていうふうにしようかと思ったんですけど、なかなか2人に今日いきなり合わせたもんですから。そうなんですよ。ぶっちゃ本番で。申し訳ないです。次回のライブはちょっと、ずっとやりたいと思いますので、あの、今曲も作ってますんで、はい、あ、曲ちょっとデモは聴かせて、聴いてもらって。そう、聴いてますし、嬉しいです。大丈夫です。はい。こんなところかな。そうですね。あの、ちょっとまた、次2回放送しますんで、はい、あの、随時、あの、皆さんの斜め上を行く、路線を考えていますので、どうかよろしくお願いします。以上、カホーマー天国でした。でした。